このレン色の塊、実は全国で初めて原型をとどめて出てきた太古の埴輪なんです。この埴輪は今年4月、田原本町の宮古平塚古墳から出土したもので、6世紀前半の古墳時代に作られたとみられます。太鼓単体の埴輪はこれまでに3つ出土していますが、完全な形で見つかったのは全国初で、さらに制作時期も最古級だということです。 初めて出てきまたときはあの、本当に、なにこれ、見たことない埴輪だぞというふうになりまして、今回の発見によって、まあ、改めてこういうふうに使われていたっていうふうに、ま、たできる材料が増えたんじゃないいかと思いますこの埴輪は、明日から、カラコカギ考古学ミュージアムで無料で公開されます。